次に歌いますのは、連日奮闘しております日本共産党の里吉由美大会議員です。2、3年生にお集まりの皆さん、ご近所の皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました日本共産党都議会議員の里吉由美でございます。本当に暑い中お運びいただきましてありがとうございます。いよいよ都議会議員選挙が近づいてまいりました。今度の選挙は都政の未来がかかった大事な選挙であると同時に、国政の未来が、日本の未来がかかった本当に大事な選挙になってまいりました。皆さん、安倍政権の暴走は今や政治の私物化というところまで来てしまいました。加計学園の問題では日々怒りが広がっています。森友問題の疑惑もまだ何も明らかになっていないのに、今度はこの加計学園、関わっているのは安倍首相本人であり、明白な証拠が次々と明らかになっているのに、まともに調査すらしようとしない、本当にひどすぎるではありませんか。内閣支持率も日経電子版では 52.1% から 26.7% と半分になっています。国民の怒りが広がっているんだと思います。私は都議会で、あの舛添都政の税金の私物化を許さず、都民の皆さんと退陣に追い込みました。今度は安倍政権の政治の私物化を絶対に許さない、この声を都議会議員選挙で日本共産党を大きく伸ばして安倍政権に突きつけようではありませんか。よろしくお願いいたします。そして皆さん、私里吉由美が絶対に許せないのが、安倍首相が憲法9条に自衛隊を明記する、2020年までに改憲すると宣言したことです。憲法9条2項を私文化し、海外での武力行使を無制限にできるようにする、こんなことが本当にやられたらどうなるんでしょうか。私は40歳過ぎて初めて子供を授かりました。息子を産んだ時、どんなことがあってもこの子を守ろうと強く決意しました。誰の子供も殺させない、これが全国に広がった安保法制に反対するママの会のスローガンです。私もこの気持ち全く一緒です。私の決意でもあります。自分たちのやりたい放題の政治の私物化、そして戦争する国づくりをどんどん進めて、ついに憲法9条まで本当に安倍政権が変えようというのであれば、私たちはそんな安倍政権はいらない、この審判を今度の都議選で下そうではありませんか。この世田谷からは、私里吉由美にどうか皆さんのお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。日本共産党は95年間平和のために活動してきた筋金入りの平和の党です。この日本共産党の里吉由美、皆さんと力を合わせて絶対に政治の私物化を許さない、そして戦争する国づくりは許さない、全力で戦ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、私里吉由美は区議会議員として10年、そして都議会議員として4年、この14年間、一人一人の人間が、赤ちゃんから高齢者まで、障害のある人もない人も、誰もが人間として尊厳が尊重される、人として大切にされる、そういう社会を作りたいと活動してまいりました。そしていよいよ都議会議員選挙、引き続き都議会に送っていただいて、3つのことぜひとも取り組ませていただきたいんです。1つ目は保育園や特養老人ホームの増設など、子育ても介護も老後も安心の東京世田谷を作ることです。保育園に入れなければ、入れてもらえなければ、仕事を辞めなければいけない、保育待機児の問題は本当に深刻な問題です。
私は区議会議員の時に世田谷区がもうお庭のある認可保育園は作らない、こういう方針だった中で、繰り返し区民の皆さんと運動して世田谷区に認可保育園を作る方針を作らせました。そして保育園を作るとなったら今度は土地が足りない、こういう問題にぶち当たって、私は今度は土地が足りないのであれば都有地を活用すればいい、東京都が幼稚園補助を出そうじゃないか、都議会に送っていただいて最初の定例都議会でこういった条例提案を都議団として行いました。共産党の条例提案は否決はされましたけれども一部実施され、そして都有地を活用することや東京都が幼稚費を補助することずつ広がってが少し、世田谷区内でも都有地を活用しての保育園整備を進めることができました。4年間で世田谷区内だけで5000人分の保育園の整備を進めてくることができました。まだまだ足りない保育園、世田谷らしく東京全体でも保育の質をしっかり守りながら安心して預けられる保育園を一層スピードアップして整備して、保育待機児ゼロに向けて全力で取り組む決意です。そしてもう一つ深刻なのが特養老人ホームが不足していること。世田谷区内では1800人の方が待機、特養待機者となっています。ここでも都有地を活用することで少しずつ特養ホームの建設が全都で進み始めました。世田谷区内では今1000人分の保育、1000人分の特養老人ホームの計画が実現しました。引き続き27カ所の出張所、まちづくりセンターごとに身近なところに小規模の特養老人ホームを作り、年を取っても施設に入ることになっても本当に身近なところで老後を暮らすことができる世田谷を作るために全力で取り組んでまいります。そしてご要望の強いシルバーパス改正条例案を今都議会に、今開会中の都議会に日本共産党都議団提出しています。月曜日の厚生委員会で審議されます。まあ、ここでは、今2万510円のパスを所得に応じて3000円パスを作らせる、こういう内容になっていますが、ぜひあさっての厚生委員会で実現できるように力を尽くすとともに、さらに1000円パスの枠を広げることや、この三軒茶屋を通る東急世田谷線でもシルバーパスが使えるように引き続き頑張ってまいります。また世田谷区内では交通不便地域にミニバスを通してほしいという声が大変広がっています。私里吉海の事務所でアンケートを取り組ませていただきましたが、本当にたくさんの切実な声びっしり書いてアンケート返ってきております。地域でミニバスを走らせる、このこともぜひ都議会に行って取り組ませてください。よろしくお願いいたします。皆さん、2つ目には障害のある子もない子もみんなが大切にされる教育をこの世田谷と東京で作っていきたい、このことです。私は都議会文教委員のメンバーとしてさまざまな教育環境の改善に取り組んできました。すぐには実現できなくても諦めず、へこたれず、粘り強く議会で繰り返し繰り返し質問を行ってきました。そうしましたら、今度127人の都議会議員の中で2番目にたくさん質問をした議員として三つ星議員に選んでいただけることになりました。これだけですね、しつこく質問したことでさまざまな成果を上げてくることができました。例えば障害児教育では、障害児が通う学校で教室が足りなくなるとカーテンで2つに仕切って狭いところに子どもたちを仕込める、お母さんたちはなんで障害児の場合は教室すらまともに用意してくれないのか、毎年都議会に要望に来られました。繰り返し繰り返し、数えたら私この問題だけで16回議会で取り上げていましたが、ついに都議会動かして、昨年は全会派一致で障害児学校の教室不足解決の請願が採択されて、
いよいよ新しい計画をスタートさせることができました。私立高校生のありがとうございます。私立高校生の学費軽減の問題も本当に繰り返し議会で取り上げ、そしてお母さんお父さんたちが出した請願に毎回賛成し、地域の皆さん学校関係者の皆さんとこの4年間本当に粘り強く運動を進めてきました。その結果、私立高校生の約3割にあたる子どもたちの学費が事実上軽減免除というところまで拡充してくることができました。でも皆さん、教育分野まだまだ取り組まなければいけないことがたくさんあります。小中学校の少人数学級、小学校3年生以上にも中学校2年生以上にも早く広げようではありませんか。専門学校や大学生向けの給付型奨学金、国の制度ができましたけれども、あまりにも対象が少なすぎる。私は都議会議員として東京都で大学生向けの給付型奨学金制度を作ろうと条例提案もいたしました。ぜひもう一度都議会に引き続き送っていただいて、これ何としても実現させていただきたいんです。皆さん、今子どもの6人に1人が貧困と言われる中で、子どもがお金の心配しないで、保護者の方もお金の心配しないで子どもが学校に通える、これは政治の責任で解決していかなければならない問題ではないでしょうか。そして障害がある子もない子も元気に学校に通えるためには、先生がのびのびと、そしてきちんと休みも取って働き続けることができる、先生の多忙化の問題もぜひとも解決するために取り組ませてください。よろしくお願いいたします。そして3つ目が豊洲移転の中止、築地市場での再整備です。豊洲新市場予定地には汚染土壌が残り、取り除けないことがはっきりしました。食の安全を考えたら豊洲への移転は絶対に許せません。私里吉由美は昨年12月の本会議代表質問で、豊洲の汚染土壌は除去できていないと追及し、初めて小池知事に汚染物質が残っていることを認めさせました。その後の調査で基準値の100倍のベンゼンが繰り返し検出されています。一昨日の都議会本会議では、小池知事が無害化はできなかった、都民や市場関係者との約束は守れなかったと言明しました。守れなかったのであれば、きっぱりと豊洲移転は中止するべきではないでしょうか。実は私4年前初めて立候補した時に、若いお母さんが駆け寄ってきて、あんなに汚染が明らかなのにどうして豊洲への移転は中止できないんですかと言われたんですね。私も母親として気持ちは一緒です。私を日本共産党の都議会議員として都政に送ってください、日本共産党を大きくしてください、頑張ります。その時私はそういうふうにお答えしたのを今でも鮮明に覚えています。そしてそのことで皆さん、都議会8人から17人に躍進させていただいて、確かにこのお母さんとの約束守られつつあるんじゃないでしょうか。日本共産党、盛り土がないことを発見しました。私里吉由美も汚染土壌が残っていると初めて知事に認めさせました。いよいよこれからが勝負です。今度の都議会議員選挙で日本共産党をもっともっと大きく伸ばして、そして私里吉由美、何としても都議会に引き続き押し上げていただいて、豊洲移転、食の安全守るためにきっぱり中止させようではありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。私も一人の母親として、食の安全だけは絶対に譲れません。中途半端な解決は絶対に許さない、この決意で全力で頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、これだけ汚染が明らかなのに、自民党公明党はどういう態度なんでしょう。これまでも無謀な豊洲移転を推進し、これだけ破綻が明らかになってもまだ
豊洲移転にしがみついている。それは自民党公明党の本当の狙いが再開発で大手ゼネコンをボロ儲けさせることだからなんです。ひどい話ではありませんか。市場の話なのに食の安全よりも大企業の利益を上に置く、こんな歪んだ都政は絶対に許せません。今度の都議会議員選挙でこうした勢力、自民党公明党に厳しい審判を下そうではありませんか。皆さん、先ほどの中澤さんの話にもありましたが、築地市場は80年間食品汚染も食中毒も一度も起こしていません。安全性が歴史で証明された世界の築地ブランドです。何としても私たちの手で将来にわたって守り抜こうではありませんか。よろしくお願いいたします。そして皆さん、都民ファーストの会大量立候補と報道されていますが、公約に豊洲移転に対する態度が何も載っていない。これはあまりにも無責任ではないでしょうか。その一方で豊洲移転推進の公明党と選挙協力をしている、このことを皆さんにきちんとお伝えしておきたいと思います。皆さん、豊洲移転反対、世界に誇る築地市場を未来に引き継ごう、この声はこぞって日本共産党の私里吉由美に託してください。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、いよいよ都議会議員選挙、本当に東京の未来がこれからどうなるのか、そして日本の今のこのボロボロの安倍政権、一刻も早く退陣に追い込めるかどうか、国政の未来もかかった本当に歴史的な選挙です。私は何としても勝ち抜く決意です。皆さん、都民の暮らしを守れの願い、食の安全を守れの願い、そして憲法、暮らしを守れの願いはこぞって私、日本共産党の里吉由美に託してください。皆さんの大きなご支援を心からお願いいたしまして、私の訴えとさせていただきます。ありがとうございました。